こんにちは、マロンチャンネルです。今回はホクスルソのシートアレンジを紹介します。ミニキャンパーはシートを変形させることでダイネットモードやベッドモードに変化するので、シートアレンジが大事なポイントになります。順番に説明していきますので、最後までご覧ください。シートアレンジを紹介したいと思います。まずは普段使っているダイネットモード、はい、ルソはテーブルが小さいです。多分これはここの足元の幅が狭いので、テーブルが大きいと入れなくなっちゃうとかあるんじゃないかなに想像してます。お弁当だったら2人分かな。それに飲み物を置こうと思うとやっぱり置けないことが多くて、その両脇の棚の上に置いたりとかしてるんだけど、それでも足りない時、もしくは車内で料理をする時はこの折りたたみのテーブルを使っています。これはオートキャンプの時も足を長くして使える優れものです。この幅がだいたい私の手だったらこんな感じだから30ちょいぐらいになったかな。あはは、まあ下はね多少こう空いてるから余裕はあるんだけど椅子と椅子の間の幅はこのぐらい、ちょっと向かい合うと膝がぶつかるぐらいかもしれない。ぶつかっちゃいますね。だからハス向かいのようにして利用していることが多いかな、まあ、それはサードシートがちょっと前に来てるので仕方がないかなと思います。コメント欄に書いていただいたんですが、緊急用のトイレスペースはありますかということだったので、実際ここ、まあ、置けるんだけど、多分置けるんだけど女の人がギリギリお尻が入るかなっていう幅なので、万が一のため避難用に考えて、どこかないかなって考えたのがここです。このサードシートをこう移動し、今荷物がこのスペースがいざとなったら使えるかなと思いました。大容量の荷物を積み込むときにはサードシートを片付けて、今セカンドシートのところに重ねているんですが、このぐらいの大きな空間、荷物を積むスペースはあります。車中泊をしないならばサードシートを家に置いてくるという手もあると思います。下にスペースがあるんで、ベッド展開したときにここに荷物を入れることができます。だから形が少なかったですね。ホクスモードパターン1、小さいテーブルを乗せればなった状態で使います。ベッド展開した後にちょっと飲みたいかなと思ったときはこれになってくるかもしれないね。後ろに使ってる棚板に足をつけるとですね、こんな感じでテーブルとして使えます。で結構長さがあるんで、調理したり、食器を乗せたりということで2人並んで使えると思います。あとはパソコン作業にも使えるかな、こういう使い方もできます。今回はここにヘッドレストがつくんだけど、車中泊とか、まあ、2人で行動している時には必要がないので、家に置いてきちゃってます。人を乗せる可能性がある時だけ持ち歩きます。なので今はないです。
足元どうですか？あ、足元ね、結構広く荷物が置けますね。はい、運転席の後ろ結構空いてた、空いてた、入れられる。はい、こんな感じ。はい、ほとんど走行モードにすることはないんだけど、今見たらこんなにスペースがあるので、ちょっとマロンが遊べるかな荷物もいっぱい入りますね結構入りそう、うんうん。